ってくる、ね、はい、ということでこれどうしましょう、何人でやりましょう、全員一気に出ます、はい、全員で行ってますか、ね、2回に渡りましょう、たくさんの方に、ね、ご参加いただきましたので、はいはい、じゃあ、はい、みんな前に来ていただいてちょっと名前で、まあ、紹介、お名前はどちらのお名前は、お名前も一緒で、アニメルセル株式会社の佐野涼子と申します。佐野さん、アニメルセル頑張ってましたもんね、負けてられないと、はい、頑張って、佐野で私も頑張ります、よろしくお願いいたします、はい、そして宣伝も兼ねまして、アニベルセルの石井達也と申します。アニベルセルの石井です。お歌が上手そうなお名前でございますけれども頑張ってください負けないです、ここ同じ会社同士での戦い頑張っていただきたいと思います。おっと両手で持ってくる、いいね、両手でいいですね、女の子は、はい、お子様は両手で持ち上げ、はい、お名前はリオちゃん、リオちゃん頑張ってくれますか、頑張ります、いいお声でリオちゃんも頑張ってくれる、お名前は柿崎愛奈です。柿崎さんはなんで参加しようと思ったんですか、バイトでファミレスをやっていたから、もしかしたらこれはちょっとプロかもしれませんので頑張ってくださいね、はい、さあそしてお名前は、中間陽太です。中間さんなんでこれ参加しようと思ってくれた、ノリで、ノリです、ノリ大事、ノリ大事さあ1回戦目スタートラインよろしいでしょうか、スタートはど、はい、スタートはですね、はい、コカ・コーライーストジャパン株式会社横浜支店の支店長の山本剛、船長にお願いします。山本さんよろしくお願いします、ちょっと待って、すいません、練習でございます、練習でしたね、押すだけ押すだけでございます、はい、パンって言いますから、はい、はい、いくよ、はい、頑張っていってらっしゃい、はい、アニベルセルが今回2人も出て負けられない、大丈夫ですよ、拾ってね、拾って、コカ・コーラは割れたりしませんね、コカ・コーラは割れたりしませんね、割れませんので、はい、楽しく楽しく運んでください、大丈夫ですね、なるほどね、頑張ってね、みんなも、皆さん応援よろしくお願いします、応援してあげて、応援してあげて、大丈夫、ゆっくりね、さあいい勝負、はい、これはアニベルセルが、アニベルセル同士のワンツーになりそうですよ、これあと石井さんが勝ってしまいます、悔しい、おめでとう、お二人お疲れ様です、今のお気持ちは、はい、これから2回戦出てくれるのでみんなも頑張ってくださいと思います、はい、ありがとうございました、さあ女の子が来てくれてるみんなでちょっと拍手、はい、お参加いただきました、はい、皆様にはコカ・コーラをプレゼントいたします、冷やして美味しく飲んでね、はい、あー頑張ってリュウさん上手じゃない、カジさん上手よね、はい、ゆっくりゆっくり、大丈夫大丈夫大丈夫、お上手ね、お上手にちゃんと乗せて、はい、乗せて、はい、はい、ゆちゃん頑張れ、あとちょっと、よし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 、上手、ゆちゃんに大きな拍手を、すごい上手でした、どうでしたね、はい、もう未来のお仕事決まったかもしれないね、これ、もうね、転がりの FD の皆さんもね、さあ、前の方にお願いします、では、お名前と会社名も一緒に変わっちゃうのかしら、お名前お願いします、事務局ルーレンスの矢沢と申します、これはもう代表して出るという形ですもんね、初めて会社から頑張っていただきたいと思います、はい、頑張ってください、はい、そしてお名前は、菊田和之と申します、なんで参加しようと、ツイッターで面白そうだなと、あ、ツイッターで上がってるんだね、ありがとうございます、 SNS ですね、頑張ってくださいね、はい、お名前は、サイコープロダクションズのバフェパレードのプロデューサーをしております、完璧にご紹介ができるです、これ何に参加しようか、バフェパレードのメンバーで、ウェイターが2名、カニアユキルと、宇治島ひろという2人がいたので、普段彼らがどれだけ頑張っているのかっていうのを実感するために走りました、はい、なので、キレフしていただきたいと思います、はい、すごい頑張っていただきたい、そしてお名前は、はい、高橋です、高橋さん、なんで参加しよう、私はもうロイヤルパークなんですけど、15年前はギャルソンでしたので、あ、ちょっと後輩なんですけど、日本にしてくれます、大先輩、大先輩すごいね、後輩たちがね、応援しておりますので頑張っていただきたいと思います、そしてお名前は、おー、ごめん、大丈夫、
お姉ちゃんが悪かった。よしや。ゆあちゃん。ほら一個で。ゆあちゃん。頑張ってくれますか。はい、いい子だ、ゆあちゃん頑張ります。そしてじゃあお名前は。翔りくです。りくくん。りくくんは頑張ってくれますか。はい。はい、というよ。このメンバーでいきたいと思います。お願いします。はい、いらっしゃい。いいですね。いいですね。あ、でもね、大丈夫、順調にね、はい、大丈夫かな、重いけど。ゆうあちゃんがお上手ですね。ゆうあちゃんがちゃんとテク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 と。ね、順調にいってますよ。大丈夫かな。大丈夫よ、大丈夫よ、ゆうくん早いです。もう帰ってくる、折り返してるメンバーもいますけれども、はい、ちょっと先輩どうですか。先輩のちょっと評価。早いよ、これ、わかりませんよ。はい、お疲れ様でした。おー、お疲れ様です。ゆうちゃんさんとお疲れ様、そしてお疲れ様でした。いろんな大変さもね、分かってくるのかもしれませんけれども、第2回戦のお疲れ様でございました。ゆうちゃんもお疲れ様。コカ・コーラもらって帰ってね。さあ、このエキシビションラストになります。参加してください。皆さん方はちょっとお名前を伺いましょうか。お名前はどうしてこれ出場しようと思ってくれましたか。さっき団体戦でしたけど、結果が悔しいのでピッチンバレットがもう一回参加してくれるというね。よほど好きになってくれてありがとうございます。頑張ってくださいね。はい、続いてお名前は、ナオさんは何で参加しようと。悔しかったんだね。ありがとう。キッチンパレットさんがですね、また参加してください。ここもキッチンパレット。お名前言ってます。山田美奈ちゃんももう一回やりたいとリベンジに燃えてます。そしてキッチンパレット。キッチンパレット嬉しい。名前を田中大輝。田中大輝ね、田中大輝、ね、キッチンパレット。お名前を奈美ちゃんね。オッケーオッケー。そしてこっちもキッチンパレット。大原学園さん。の学生さん。いいとこ見せちゃってください。はい、それではいろんなお聞き物もいろいろあると思いますが、お願いします。そうなんです、あのコカ・コーラのペットボトルなので、ある意味いつもの持っているボトルよりも軽いので、そこがいつもとちょっと違うぞというふうに感じる方もいますし、頑張って、頑張って、落ち着いて、落ち着いて、ね、さあ、戻ってきてますよ、先生が、どうですか、先生、先生の調子、はい、先生、マイクいりませんでしたね、ありがとうございます、先生、いい顔してます。先生ありがとうございます。さあ、逆にね、このペットボトルの軽さが、ああ、落ち着いて、落ち着いて、最後きれいにじゃあね、締めてできるぞ。エキシビションラストでございますので、きれいに運んでいただいて。